はじめまして、おはようございます。ふめいです。ロードほいさ、なんだっけ、脱出したっけ、途中だっけ。途中でしたね、はい。なんだっけ、アイテム、あーはいはい、備品棚の調べ、これをぶっ刺そうってところでしたね。よく見ると懐中電灯が入ってるねっていうのね。あ、そっか、持たないといけないんだ。では行ってみましょう。ここにこの札鍵を差し込んで、やった、開いたよ。でも中にあるのは食器と懐中電灯だけね。え、懐中電灯？懐中電灯にだったら電池が入ってるんじゃないかな。で、ありゃ、電池入れが開けられない。どんな懐中電灯だよ。こうなったら、まさかまたあれをやるの？もちろん、分解開始だよ。この学校にまともな備品とかないんですかね。まずこれでしょ。まずはネジを外していこう。で、これ反射板を外してっと。なかなか面白そうな作りをしてるじゃない。あなた分解中だとさらに人が変わるわね。どうする、ここから行ってみるか。ん？あ、ボタンなんだこれ。なるほど、特定のところだけを押せってことかな。これはここを回せば蓋が外れるはずなんだけど、どこかでロックがかかってしまっているようね。まあ、どこでかかってるんでしょうね。はい、これスイッチかな。これはスイッチの上にシールが貼られているのかしら。これシール貼られてたの、なんというかいかにもくぼみにはまってるみたいな。スイッチとぴったりの大きさのシールってこと。これじゃスイッチが押しにくいし取っちゃおう。そういうわけでもなかった。口が黒いシールってことかな。で、これで電気がつくのかしら。ついてる？ついてないの？あ、ついてる。あ、ライトがついてるよ。しかも色までついちゃったみたい。この色は蓋の開け方に何か関係があるのかしら。うん、これは動かせて、せい、押す。ここには押すと書いてあるね。だけ？押せないの？あ、もしかしてそういうこと。ちょっと待って、青をスタート地点として見た方がいいのかな。あった。お、どうやって覚える？押す、押さない、オンオフでいいか。オンオフ、オフ、オンオフ、オンオン。はい、どっち回り？オンオフ、オフ、オンオフ、オンオン。お、いった、オッケー。今ロックが外れた音かしら。うん、これで蓋を外せそうだよ。この電池をもらってっと。案外あっさりいきましたね。やったね、ゆりかちゃん。これで電池が手に入ったよ。それではこの電池を金庫に取り付けに行きましょう。金庫に取り付け、これか、これね。アイテム、電池、
調べる。この操作慣れないな。懐中電灯から取り出した電池ね。金庫に取り付けに行きましょう。持つ。はい。電池を取り付けてみよう。これでロックを解除できるようになったのかしら。うん。あとは暗証番号さえ分かれば開くことができるはずだよ。これヒントかな。番画ってさっきの擦ったのがあるけど、それと関係があったりして。なんだっけ、アイテムないね。こっち違うな。こっちか。あれどこだっけ。あったあった。ああこれね。中おいいわいいわ。ふむ、これおうね。中いわ。ダメだ、覚えられない。メモ使おう。メモ、そうだ、こんな時のためのメモだよ。これ全消し、これかで、なんだっけ。大石広26。あ、これ見ながら書けるじゃん。全部で何個あったっけ。6つぐらい。まあいいや、とりあえず6つとしておこう。覚えてないから6つとしておこう。でどうしよう。ちょっと待って、もうちょっと上に書いたつもりだったんだ今。ここらへんか。あ、ここタッチペンが入っていかない。違う、ここが限界なのか。なんと不便な。おいしひろ、あ、上、ここはギリギリなのか。結構なあれだな。まあいいや、分かればいいや。多分関係あるの数字だけなんだろうけど、一応ね、こう書いておきましょう。こう切ってこんな感じ。26ピ、はい。次伊藤京。ほい。4番か。こうで、16個。こうで、真ん中ここで、こう。はい。1、2、3、4番だね、色変わってんのね。4、見づら。5、リターン。いや、どうせ 4以外必要ないだろうからいいや。次これ中島雄樹。はい。あ、どうもどうも。中島ん？右きふふゲイ。読めなきゃロッケイ。これは
これは針は8分。なるほど、8か。はい、8ね。こう来て、こう来て、どうなってる？こんな感じ？で、こうで、まあ、時計だって分かればいいから、ここの数字はいいや。これ、これね、これ。8分。8分。イエーイ。はい、次。次。これ。岩田。岩田。岩田。両見。よいしょ。岩田さん。ノートブック。ノートの上にこう、鉛筆、なんか書いてある？文字が潰れて読めない。死ぬ死ぬ鉛筆？よいしょ。死ぬ死ぬ鉛筆。で、その下の数字がこれね、こうなって、3、3。OK？ まだある？これで全部？あ、全部だね。回ったね。OK、OK。で、じゃあ、ここがいらないから、消して、消して、どうしよう。どうしようかな。これでいっか。いや、こっちで、こっちで書こう。ズバーン！ってね。で、中地面、中東を台石、伊富士、伊富士十岩殿、はい。伊富士十岩殿、はい。これをもとに解いていけばいいわけね。任せろ任せろ。あった。普通に順番通り押すってことでいいのかな。そうすると中中と8、これ8、大石やと26、伊富士4、一人足りてない。あ、いや。伊富士岩田。あ、なるほどね。岩田くんが、ちょっと他の方と融合しちゃってるわけか。はい。4たす岩田3っていいのかな。82647。合ってる？この番号でどうかな。反応なし。番号は違うみたい。なんか間違えた？あれ、私なんか間違えた。8、26、ん？中島8、大石26、いや待って、ちょっと待ってね。
違うか。このアンダーバーがどっちか片方だけに引かれてたらそっちの数字なのかなとか思ったけれど、普通に真ん中に引かれ、いや待って、これマイナスだったりする？いやそんなわけないか。2引く6はおかしいか。うん？あ、少々お待ちください。すみません、お待たせいたしました。さて、なんだっけ、26。ん？なんだろうね。うん、なんか一人抜けてない？ちょ、あれ？伊藤が普通に一人抜けてた。どこに書こう？この岩田じゃない ここにガンデン君が入ってきます。3です。くんじゃなさそう、くんじゃなさそうだけど、はいはい、単に私のメモメモの取り間違いでした。万事解決。はい、へえ、826437。これが正常でさえ、どうやら正解だったみたいね。あ、やった、鍵だよゆりかちゃん。はい、これがこの部屋の鍵ならいいのだけれど、早速試してみましょう。はい、調べる。さあ、これを扉に使ってみましょう。このセリフだと多分これで脱出かな。はい、これを使ってっと。あれ、鍵が合わない。そんな、この鍵ではなかったということ？でもサイズは合ってるんだから、もう一息のはずだよ。もう一息って、あなた何をするつもり？こうなったらドアノブの方を鍵に合わせちゃおう。豪快な発想。これを脳筋と呼んでいいのだろうか。分解ってそこそこ頭を使う。脳筋の定義がちょっとわからなくなってきた。一応脳筋としておこう。はい、まあ、とりあえずまずここよね。要はこの鍵を差し込めるようにすればいいのよね。これ分解した後どうするつもり？あ、外に出てから直せばいいのか。とりあえずまずは出してね。カバーを外しちゃおう。何なのこのドアノブ。何かしらこの仕掛け、時野さん知っている？詳しくは私もわからないけど、多分鍵穴の調整部分じゃないかな。上についているネジで調整すると合鍵の形を変えられるんだと思う。ということは、持っている鍵に合わせて調整さえできれば。うん、このドアの鍵も開けられるはずだよ。とりあえずこれ回すのかな。なるほど、 FPNQX なんかあるな。これは
アルファベットと数字の式が書いてあるよ。暗号のようなものなのかしら。メモしとく？メモある？メモある。とりあえずこれを全消しして、これ、メモすること少ないから豪快に行く。あ、一番太いの使ってみる。 G7 F FF 20 20じゃない、12 ABC C2EABCDEFGABCDEFABCABE なんかすごい単純だなこれすごい単純だったな。単純はいいんだけど、どれに合わせればいいのかがわからないね。付け根を外すのはさすがに無理みたい。ドアノブってあれでしたっけ、手前側と奥側の両方からこう合わせてセットしてある感じなんでしたっけか。で、どこに合わせればいいの。お、ここを見て、鍵の裏に何か書いてあるわ。アルファベットの数式だよね。よく見ると右下の黄色の B だけ離れているのも気になるな。じゃあそれ B じゃなく13ってこと。ではメモ。こんな豪快に書かなければよかったな。あ、いや、これも必要ないや。赤、これ、青でいいや。青、緑、黄、入ってみましょう。P-B。ABCDEFGHIJKLMNOP16 かな。だから16-24。めんどくさいな、ちょっと書こう。 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY まででいいや。だから14だと N ね、これ NN、青、G プラス D、G あった。7と4、7と4、11、K、C プラス G、G、3たす7、10、J、最後、N 引く13、N どれあった14だから A、 はい、はい、A がない。そうね、あ、違う、これ赤か、黄色が A ね。はい、赤が N だ。あ、ちょうど青が K、 緑が J。これでどうだ。どうすればいいの。ここ調べればいいの。ここからどうすればいいの。合ってるよ。
NKJA 赤青みどき赤青みどき NKJA刺してくれないのこの状態で。なんか間違ってるってこと？13ではなく普通に B と見た場合 N14L 黄色を L に変えてみるか試しに。 L ある？そもそも L がない。ということはこれで合ってるはずなんだけどな。え？待てー、ちょ待てー待ってー、そういうこと？鍵の上部分と下部分でタッチした時の反応違うの？何その、何その。やった、鍵が開いたかも。これでドアノブが回せれば。よかった、これで出られるね。なんとか出られたね。美術室から出ることができて、わかるはほっと一息をついた。ユリカの顔色は優れず、かなりの量の汗をかいているようだった。心霊もの苦手？ユリカちゃん？わかるは心配になり声をかける。行くわよ。これだけ騒いでれば。いつ警備員が来てもおかしくないわ。あ、待ってってば。そう言って先に駆け出すユリカをワカルは慌てて追いかけた。まあ合流するよね。キャッ。お、階段へと向かう曲がり角の向こうにいた人影にユリカはぶつかりよろめいた。いきなり危ねえじゃねえかよ。いや、そのセリフでいいの？彦道？おう、なんだわかるじゃねえか。そこにいたのはわかるの幼なじみの火事の彦道。そして、いや、見張りに立たせてたって話じゃなかったっけ？違ったっけ？いや、時野さん。わかるのクラスメイトでゆりかの双子の弟でもある修之助であった。実はさっきこいつとばったり会ってよ、ついつい話し込んじまったぜ。何か収穫はあったのかい、姉さん。にっこりと微笑む修之助にゆりかは顔を引きつらせる。何のんきなことを言っているの。そうだぜ修、お前の姉ちゃん靴真っ赤になってんじゃねえか。ぐし、みんな静かに。見当違いなことで笑う彦道の口を無理やり塞ぎ、
わかるは廊下の先を警戒した。こちらへ近づいてくる明かり、ついに来た。警備員のライトの動きが見える。わかるとゆりかは一瞬でアイコンタクトを交わし合う。そしてそれぞれのパートナーの腕を同時に掴んだ。姉さん、走るよみんな。誰だここにいるのは。わかるたちが走り出すと同時に、こちらに気づいた警備員が声を上げる。やば、あわ、ほら二人とも靴持って走る。最後の最後で見つかるなんて。もう、おい、わかる、すさみね、こりゃ一体どういうことだよ。し、名前を呼ばないでバレちゃうでしょ。ついてない。結局その彦道を見張りに立たせてたっていう話はゆりかの推理間違いだったってこと？実際は無関係だった？一人で忍び込んでただけ？謎の数列、写真、突然閉められた扉。まだまだ謎は残ったままだったが、今はただ必死に走り続けた。はい、ということでね、ちょうどいいところですし、今回はこれにて終了としましょうかね。次回、調査、あ、ライ、ん？ラ、リ、リブ、レ、リバル、あ、アリバル、はい、ということでね、今回はこれにて終了とさせていただきます。ここまでご視聴ありがとうございました。また次回。じゃあね。